ウラル経済地区は、ロシアの12の経済地区の一つ。2010年、の人口は約1891万人。2008年の国内総生産の10%を占める。ウラル地方を中心に、東ヨーロッパ平原と、西シベリア平原の一部を含む。ソイボルガ連邦管区、ウラル連邦管区、チュソバヤ川下流この地域でボルガ川流域、オビ川流域。 ウラル川流域が交差する。これらの潜在的水力発電量は330万キロワットと推定される。しかし、2010年時点ではダムが2つと貯水池があるだけだった。気候は、西部が典型的大陸性気候、東部が大陸性気候である。40%以上の面積が大河に覆われており、木材の量は35億立方メートルと推定される。 南部はステップで大規模に開拓されている。大道校や酸化にッける、クロム鉄工、ジ鉄工、防気サイト、カリウムジオ、マンガン、アルミニウム、金、白金等の鉱石に恵まれる。石炭や石油、天然ガスも産出する。エメラルドやアメシスト、緑柱石、壁玉、バラキ石、クジャク石、混合石等が有名である。 1920年代のマグニトゴルスク鉄鋼工場、チェリャビンスク製紙工場、ペルム近郊で鎌川に架かる橋約1万キロメートルの鉄道がこの地域で運行されている。主要路線はの6路線である。運行密度が高いために、ほとんどの鉄道が電化されている。チベニ州や中央アジアからの天然ガスと、西シベリアからの石油の輸送管がこの地域を通る。主要都市は、 国内空港を持っている、ウラル航空が支配的である、ロシア最大の人口密集地帯の一つである、全国平均より高い全国平均と同等、全国平均より低い。ありがとうございます。